ねえ、どう？聞こえてますか？声。いけてる？もうなんか最近さ、ちょっとさ、ほんと、ショールームがいけないのか、私の iPad がいけないのかわかんないんだけど、すごいなんかもう弱い。マジで弱い。ちょっと今ね、画面ね、動かしただけでね、なんかループみたいなのになっちゃってね。どうしたのって感じ。あ、待って、お箸忘れちゃった。ちょっと待ってね、トマトが食べれん。なんでだろうね。あ、ハートありがとう。たい焼きもありがとうございます。なんでだろうね、調子悪いよね昨日から。はい、では私のモリモリ朝食いただきます。ジップにララ出てる。え、ちょっと待って、見よう。待って、音出ちゃうやん。こんな今ね、昨日録画したねアメトークを見てました。あ、ありがとう。タイ、これか。一応ジップをつけてますありがとう、たい焼き。ララちゃんはいつ出ますか？お、たい焼きありがとうございます。嬉しい。これはファンの方にいただいたお箸です。青黄色かわいい。うん、たい焼きありがとうございます。私これ小学生の時、こういう中学生小学生ぐらいの時にこういうお箸出てたんですけど、出始めだったんですけど、めっちゃ欲しくてずっとね使いたかったんだけどね、まあその夢は叶わず小学生時代はもうすぐ終わってしまったんですけど、大人になってファンの人がプレゼントしてくれました。お箸嬉しい。ね、かわいいよね。なんか友達とか持っててめちゃくちゃ羨ましかった。え、ララ出演のコーナー終わったの？マジで？最悪なんだけど。どういうこと？タイミング悪すぎじゃん。あ、たい焼きありがとうございます。ねえ、待って、めちゃ熱い。すいません、変な持ち方するんですけど。熱くて、スープの器が。うん、うまっ、うまっ、これこれ。うわ、幸せな朝だ。最高の朝を今過ごしてる気がします。おはよう。左利きに見えるのはインカメだから。え、多分そうです。全然右利き。あ、でも時々なんかノリで左手で食べたりするけど、今は右で食べてます。いただきます。うん、うまっ。うまいな。朝からしおりちゃん見れて私も最高の朝。嬉しい、ありがとう。こちらこそありがとうございます。いた、唇噛んだ。
った。うわ、内出血した。また内出血してるわ、痛え。やばい、今日内出血でだ。ここといい。痛え。ベラベラ喋るもんじゃないな。ねえ、もう仕事いる人いる。頑張って。休みの日はリッチな朝食作ってるよ。いいですね。私はお休みの日はなんかちょっと無駄に早起きして米田コーヒーとか行きます。大好きなの、米田コーヒー。たくさんだ、たい焼きが。ありがとう。え、てか待って、めちゃ痛いかも、内出血。ちょっと冷やそうかな。冷やして意味あんのかな。痛い。マジ普通に痛いんだけど。よくやる、食べながら口の中噛んじゃう。え、やりますか。私舌とかも噛んじゃいます、時々。しかもさ、なんか喋ってなくても、なんか一人で普通に黙々と食べててもなんか噛んじゃうからびっくりするよね。そんなに鈍いって思う。コメダより個人でやってる喫茶店のモーニングのがすごいよ。そうなの。そうなん、全然行かない。行ってみようかな、そういうの。あ、たい焼きだ、ありがとう。いてててて、てそう、ちょっと中だからどうしようもないというね感じなんですよね、これね。まあいっか、治るか、いつか。ニュースって久しぶりに見ると本当ハマってずっと見ちゃう。ちなみに今は ZIP を見てます。みんなはどの番組を見てるんだろう。あ、たい焼きありがとうございます、嬉しい。うん、なんかレインボースター、ありがとうございます。うん、たい焼きありがとう。目覚まし派。私もでも、あの実家に住んでた頃はお家が目覚まし派でした。みんな7時になってみんな起きてきた。あ、ドデスカ、あ、ドデスカもやってるの。もうララちゃんが出ないのならドデスカでも見ますか。うわ、同じ内容やってる。ジップと同じ内容やってる、ドデスカも。占いが始まるとチャンネル変える。なんで。あ、たい焼きありがとうございます。なんかさ、
あの小学生の頃すごい毎日この何占いを見るのが毎朝ね楽しみだったので、なんか1位っていうとなんかやっぱ嬉しくて最高の一日になるって思いがちなんだけど、そう思っていたらなんかすごいその日道で転んでしまったり、なんか遊んだ時にもう一回転んでしまったりみたいな、すごい最悪な一日になってから、ちょっとあまり占いをそんなにあのそこまで信じないようにしようと思って、気休め程度でちゃんといなきゃなっていう風に思った。結婚式場も自粛なの？やばいね、厳しい。なんかかわいそう。それはこの式ぐらいはちゃんとやりたいよね。マジご飯屋さんとか全然やってないもんね今ね。すぐ閉まっちゃうよね。うん、本当に早く普通の日々に戻ってほしい。マジ切実。普通にご飯屋さん行きたい。今から服選んでくる。もう出かけか。朝から可愛いお尻見れて幸せです。本当？お、今どうですか、見てますか。私このインタビューしてるとこ昨日通ったわ。なんかあ、なんかテレビの撮影してんなって覗いて通ったわ、ここ。あ、どうですかの取材だったんだ。見た見た、昨日これ取材してるとこ見たよ。このお兄さんが取材されてるとこ見たよ。やばじゃん、マジはずいんだけど、なんか顔赤くなっちゃった、恥ずかしい。ドデスカの取材だったよね。でね、うん、たやきありがとうございます。仕事の前にコーヒー飲んで一日頑張ります。頑張って。いいですよねコーヒーね、なんかシャキッとしますよね。もう自転車だったなんか、でも違う、逆になんか映るといろいろ権利とか大変だし、なんかご迷惑がかかるので各所に、だからそういうとこはなんか警戒して映んないようにしなきゃなんですよ逆に。だからちょっとここ警戒しながら自転車で通ったんですけど、これでしたね、まさかの。多分あの店だと思うんだけど。そんな悲しいこと言わないでくれよ。私は早く行きたいよお店に。
うん、ありがとう、たい焼き。飲食店は大変ですよね、ちょっとね、やばい、飛んだ。まあいいか。電車待ちしながら見てるよ。ありがとう。私にはバーで飲んだことありますか？バーの基準ってなんだろう。でもぽいとこで一回飲んだことあります。うん、たい焼きありがとうございます。うわ、たい焼きありがとう、嬉しい。たい焼きって連呼されるからたい焼き食べたくなってきた。もうそれがここ毎日です。私は本当に食べたいよね。怖い。わ、ありがとう、たい焼き。バーテンダーさんがお酒作ってくれるところかな。あー、わかんないな。非公式チャンネルでお酒飲んでましたね、みんな。でも私なんか多分あんま緊張してないところでお酒飲むとすぐ顔が真っ赤になっちゃうんですよ。でも心配されるぐらい結構真っ赤になるからあんま飲めないかもしれない、お仕事とかでは。マジかわいいでしょ。大変ですね、これは。お、たい焼きありがとう。昨日寝落ちしてたから投げれなかったので。ありがとう、嬉しい。私も昨日寝落ちするかのように本当に目閉じたら秒で寝ちゃった。マジで眠かった昨日。すいませんね、本当最後まで見ててくれた人、本当やばかったですよね、眠すぎて。本当うまっ、スープうまっ。非公式楽しかったからまた出たい。
シリンはお酒飲むと楽しくなっちゃうタイプですか。でもなんかそこまで酔っ払ったことなくてわかんないです。でもなんか肩組みたくなりますなんかみんなんかこう寄りかかりたくなっちゃいます。でもそのお尻が可愛すぎた。ほんと？やったやった。でも本当に昨日眠くてやばかった。今日は福岡観光。いいな。ちょっとこれ変えてくるね。もう溶けてる。アメトーククラブというのができるらしくて加入を検討してる。何それ、何ができるんだろう一体。ありがとう、いってらっしゃい。あっちゃん携帯は2台持ちなん？1台ね。お酒飲むの全然飲まないです。昨日のジャンプする TikTok 何回成功した？3回ぐらい飛んだかもなんかうまく映ってなくて、もう一回やろうみたいな感じで。なんでこれ折れちゃうんだろうね。こんなんかの綿がないわ。穴開いてる。だからだ。綿がね、なんか多分綿がこの穴から綿が逃げちゃってます。どうやって綿逃げたんだ。綿入るとこないのにどういうこと、わかんないけど。まあでも可愛いじゃん、なんか耳折れな感じ。そういう猫ちゃんとかさ、ワンちゃんとか人気じゃん。そういうクマだと思ってください。この子もふわふわ。宮脇さくらさんの卒業コンサートの前乗り。そういうことか。いいな、見たい。普通に昔の放送、特別な配信反省会など見れるらしい。ちょっと見たいかも。なんか昔やってたなんか大根芸人とか油揚げ芸人とか、ちょっと地味にもう一回見たいかも。アメトークだとすごい好きだった。油揚げだっけ。分かんない、なんで綿が逃げたらしいです。こっちはねあるのにね、こっちないの。でもここも確かにちょっとハゲてるんですよ。もしかしたらここから逃げちゃったのかもしれないですね。でも大丈夫、あなたは可愛い。アップルウォッチと携帯はペアリングしてる。してます、一応。
日は SK 劇場に行くよ。おお、すごい、移動距離がすごいですね。チョコプラさん売れたね。いやー、おもろいもん。チョコプラさんはマジでおもろい。ポテサラ芸人もおもろかったな。見たことないかも。なんか一時期私のテレビはなんかアメトークだけ録画の予約をしてても撮れなかった時があって、マジアメトークだけめちゃ意地悪じゃない、普通に。そういう時期があったので、もしかしたら逃してしまったかもしれない。このクマは洗濯機で洗ってます。おはようございます。クマの名前はまだ決めないの。みんなぬいぐるみとか名前つける派ですか。必要なのかな、名前。ももたんがガン見してたらしい、昨日のショールーム。嘘はず。あのめちゃくちゃ眠い眠眠ショールームはず。テレビは安物だから録画ミスすることは結構あるよ。そうなんだ。多分じゃあそれかもしんないですね。今はなんかミネルンさんからもらったテレビなので、オフルというかもう使わないって言ったやつをもらったので、きっといいテレビなんですよ。それにしてから撮れるようになった、ちゃんと。みんなぬいぐるみに名前つける派？全然つけてないわ。めっちゃいいじゃん。みんなドレスか見てる。このアクリル板いいやん。トーク会で使いたいわ。おもたが昨日の配信見てて面白かったって言ってる。嘘、面白くはないでしょ。うまっ。このキムチスープが簡単でかつ美味しくできすぎて、今度ゆきちゃんに食べさせてあげるねって思わず約束しちゃいました。まあ、あんま人に自分の手料理をあげるのは嫌いなんですけど、好きじゃないんですけど、今度作ってあげるのって。まあただキムチとか入れるだけなんだけど、これすごいよね、ぬいぐるみ。こいつマジでいいですよ。昨日も一緒に寝てた。昨日ソファーで寝ちゃったので、こいつと一緒に寝てました。なんか声が通るアクリル板みたいなのが今やってた。
何気に後輩に人気のしちゃん、そうみんな意外と見てくれてるんだよね、優しいよね。そう髪型外跳ねじゃない、さっきお風呂入ったから多分めっちゃストレートやばいよね、なんかおかっぱみたい前髪も揃ってるしめちゃくちゃおかっぱみたいになってる。ドライヤーで乾かしたばっかだから、今日はどんな髪型にしようかな、外羽にしようか内巻きにしようか悩んでます。すごい、足でドアノブ回せるんだって、めっちゃすごくない？超いいじゃん。わ、超いい。なんかこの、何、コロナ対策っていう面、なんかコロナが流行る前から結構あのご飯屋さんとかのさ、こうオストとかこういうドアノブとかちょっと苦手だったのよ。なんか汚いなと思ってたから、これめちゃいい、いいと思います。入らせてください、ぜひ。昨日ね美容院行ったばっかやからね、多分髪の毛が割となんかアホ毛みたいなのも少ないよね、いつもより。確かにこいつ覗いてるみたいちょうど、いいですね、とてもいい開発をしてる、発明をしてる。辛そう、わお、じゃあ握手も、あ、でも握手はいけてたわ、なんでだろうね。なんかそういうお酢、透明なガラスについてる指紋とか見るとちょっと咲いたくねえなって思ってたから、なんか目に見えるその感じが嫌だったんだろうな、多分。残り日数少ないけど大福届きそう、いやもうちょっとなんか怖、でも大福じゃない、たい焼きが今日で1000、さっき900個ぐらいいったから今日で半分いったはず。ありがとうたい焼き。ちょっと確かにこの時間帯のみんなにもお知らせしなきゃ、今ちょっとフルーツ大福をいただけるという、待って、口なんかついてたフルーツ大福をもらえる企画をやってまして、それのためには大福を投げていただいて2000ポイントまで達成しなきゃいけないんですけれども、そのたい焼きの入手方法なんですけど、まあ有料のやつもあるんですけど、1人10個無料でもらえまして、その方法がホームページじゃない、トップページに行ってホームに行って、で左上のところにあるなんかマイページみたいなところに行くとチャレンジっていう欄があって、そこに行くとたい焼き10個もらえますので、無料でそれだけゲットして、ここで投げていただけたら嬉しいなと思います。
わ、今1115個になったの。ありがとうございます、嬉しいです。あ、ありがとう、たい焼き。え、いいペースかな。でもだんだんさ、みんなさ、無料10個はさ、もらえなくなってくるわけじゃん。だからなんか絶対後半に連れてやばいと思うんだよね。ありがとう、早速たい焼き10個ありがとうございます。だから変わらず、あ、たい焼きちゃん、変わらずまた今夜も配信できたらしなきゃだなって思うし、明日もできたらしなきゃ。そう、しかも日曜日は公演もあるので、ちょっとドタバタしちゃうなと思うから、頑張んなきゃ。うまっ、うまい、うまい、うまい。うん、ありがとうございます、たい焼き。あ、ほかほかたい焼きもありがとうございます。そう、ちょっとなんかね、こうちょっとでも触れ合ってるのが好き。この人形と。ごちゃんが達成できたら私おかげだって。どういうことだ、私のおかげだってか。確かにエゴさんも投げてくれたもんね。あ、ありがとう、たい焼きだーい。通勤電車なので無音。いやでもそんな大したこと喋ってないから無音でもいいよね別にね。そうだ、ゆきちゃんに LINE しなきゃだったわ。あ、ありがとうございます、たい焼き。久しぶりに来て楽しかった、イベント頑張ってね。優しい、ありがとうございます。優しい、なんて優しい人なんだ。よし、藤枝朝ラーメンのカップ麺を食べようかな。え、今日食べようか迷ったよ。なんかせっかく朝配信するからなんか食べようかなって思ったけど、ちょっと朝からラーメンってなんか結構やばいなと思って普通に。なんかやめときました。
日曜はサリティで行くからお尻打ち合わなしでごめんね。え、全然いいですよ。むしろなんか卒業公演なのに私のサイレームとかあったら気まずってなっちゃうから全然大丈夫。楽しんでください。あ、ありがとう、たい焼き。確かに朝ラーメンだからいいのか、別に朝食べても。ありがとう、たい焼きだい。ラーメンは深夜だよね。それは間違いない。本当に夜食べるラーメンほど美味しいものはない。大福で笑顔になるなら食べ物かけるお尻最高、優しい、ありがとう。絶対大福はうまいでしょう。そりゃいい大福だもんね、あれね。うん、ありがとうございます、大焼き。すごい、家系ラーメンっていうんですか、なんていうのこれ、すごっ。あ、これお家でできんだ、このラーメン、すごいね。昔会津でブルーマウンテンのコーヒー美味しいお店あったよ。どこだろう、なんか全然会津の喫茶店とかあんま正直詳しくないかもしんない。うん、ありがとう、たい焼き。あー、ありがとう。でもね、この前ね、あの編集サボって会津帰った時にすごいずっと行きたかった焼津の喫茶店というかお店行けたんですよ。自販みたいな名前だった気がするんですけど、なんかこの季節は、今の季節はなんかかき氷とかが有名。かき氷も出してるか。あとね、いちごサンドとかがすごい有名なんですけど、このシフォンケーキがすごい美味しくて、これよくねインスタとかにね載ってるんですけど、ずっと行きたかったんですけど、なんか友達がカフェ行こうって言って行ったのがたまたまここで、あ、ここ行きたかったとこってなった。全然だから焼津のカフェはなんかハッシュタグみたいなのを調べたりよくするんですけど、インスタでこのお店ばっか出てきます、本当に。でもあんま行かないかな、カフェは。うん、1秒、実家に会津帰った時は、もう1秒でも長く猫と過ごしたくて、あんま家から出ないんですよ。ね、美味しそうだよね。どこにある？ちょっと私も本当に、お友達に車でいつも乗っけてもらうから全然詳しくないんだけど、カフェ自販って名前じゃないっけ。西会津らしいです。やばい、アクセスクソ悪いから聞いて。西会津駅南口から徒歩25分だって。みんな徒歩25分はアクセス悪すぎるでしょ。車がないとちょっときついですよね、これはね。ちょっとマジ笑わせないでほしい。徒歩25分はきついよ。まあでもこれが焼津の普通なんですよね。一駅歩くとかできないみたいな。ちょっと知らない人乗ってる。ちょっといかんいかん。
でもすごい美味しそうなの見て、ほら、かき氷とか、あとね、いちごサンドはすごい美味しそうなんですよ。え、美味しそう、見て美味しそう、こういうこのいちごサンドも結構映えるから人気。でも私が食べたこれも普通になんか映えるからいいよねって。めっちゃ歩くそうやばいよね徒歩24分マジやばいよね。ちょっときついですけど、まあ車とかで行ってください。なんかテラス席みたいなとこ座りました。川が流れてた、マジ田舎って感じのところで食べてました。景色を見ながら。いいですよね。おしゃれカフェ。家に着いたら猫たちと寝る。うらやましい。猫ちゃん。猫ちゃん。猫ちゃん飼いたいな。うん、たやき1143、すごい、ありがとうございます。あと900ですね。900匹ですね。うまっ。ゆきちゃん飲むかな、スープ。めっちゃ美味しいけど。うまっ。はい、ということで食べ終わりました。バクバクひたすら食べて、ごちそうさまでした。ということでね、いい時間がなかもが、そろそろ、あ、たい焼きありがとう、そろそろ配信を終わろうかなって思います。また夜も配信できたら
ようかなと思うので、会いに来てください。たい焼きを持ってまた会いに来てくれたら嬉しいなと思います。というわけで、みんなお仕事やら学校やら頑張ってください。これからの配信何時になるかな。もういつもと同じぐらいだと思う。10時とか11時ぐらいだと思います。みんな頑張ってね。今日も一日、後でメール送りますね。バイ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 。